はいどうも花見です。ではですね、最強チームを結成せよ、また新しくやっていきます。何回やるんだよすごくやるよ。もうね、心残りありありなんでね、もう前回の動画でも言いましたけど、ちょっとまず早速やっていきましょう。最強チームはダブルス、シングルス2、シングルス1の構成で、先に2勝したチームが勝利となります。おなじみのこれはね、もう全く一緒なんで、このようにこれは削りますね。関東ジュニアオープン、さあリーダーをねちょっと決めますけども、龍馬くんにしよっかなってねなんか敵チームで龍馬くんがさリーダーやってた時めっちゃ羨ましかったよ。いいなって思って、龍馬くんがリーダーになっちゃうと龍馬くんあんまり試合に出れんくなっちゃうけどさ、いやでもね、あのベンチに龍馬くん座っててほしいです。私はもう決めたよ。チーム越前、じゃあ今日はこれでいこうかな。結局みんな越前大好きそれを自覚してチームを組み始める越前龍馬、結局みんな越前大好きですからね。もうテニスの王子様に登場してくるキャラクターさん、みんな越前大好きでしょ。越前龍馬嫌いな選手おらんって、みんなラブだもん。よしこれでいこう。わあなんかめんどくさいことを引き受けちゃったな。先生と部長に両方から挟まれちゃ選択肢なかったけど。やる気な楽しさをまだ見出せてないね。リーダーをやるという楽しさをまだ分かってないね。まあいくか、リーダーなんて柄じゃないけど一回くらいやっといてもいいかもね。あーでもわかる、なんか龍馬くんはリーダーではないんだよな。ルーキーとかエースではあるんだけど、もうずっとエースって感じ、ずっと前線を生きるみたいな、ちょっと後ろで指示をするタイプではないんだよな。わかるね、自分でもわかってんね。結局みんな越前大好きチーム名どうなってんだよ。よし選手視察行こうかな。いやーどうしようかなってね、ちょっとやる前にいろいろ考えたんですけど、まあ今もうずっと言ってる跡部圭吾は入れますもう先に言うけど、で人間機関車もう何回やりたがってんだよって感じだけど、人間機関車をね、うちのチームも絶対やりたい。本当にあれはさ、やっとべ敬語が強すぎるがゆえに敵が技を決められないっていう、敵の技が決まらないと人間機関車やられないんで、だからあとべ敬語が強くなる前に試合をして、で人間機関車を見たいよね。でもぶっちゃけも大会中にも見たいんだけどな。あとべ敬語は入れます。でそれで龍馬くんって全員入ってくれるものなの？私知らないんやけどお前のところに入りたくねえよって言われるタイプ？龍馬くんは何でも誰でも来てくれるのかな。ちょっとそれが一番不安なんですけど、一周を無駄にする可能性がある、知識がない私。龍馬くん初めてやるかも、リーダー。それで入れたい人がいて、丸井くん入れたいんですよ。で丸井くんって来てくれんの大丈夫なの丸井くんって、龍馬くんがリーダーで来てくれんの大丈夫か。やりたいんですよね。え、テクニック B なの？いや S だろお前ぐらいだったな。 B もう今回はもう入れたい人を入れる、まただけど、ちょっとね、何かを癖強を入れることによって
大変な目に合うような気もするんで、本当にね、入れたい人、今までのチームで、ま、入れてなかった人も入れたいんで。え、丸井くんって入ってくれんの？お前のとこなんて入らねえよって言われる？いや、行こうぜ、丸井くん。もういいよ。もう一瞬無駄になってもええわ。いや、音怖いって。お、ねえ、俺のチームに入ってくんない？絡みねえっていう。新手に見では、新手にではまあまあ、まあ同じ日本代表だから絡みあるだろうけど。入ってくれ、お願いします。おお、まあいっか、とりあえずしばらく様子見せてもらうぜ。いきなり他校の中3に声かける1年生。気も座ってんね、やっぱり1年龍馬は。うわ、テクニック S だもんな。そうだな、パワーが、そう、パワーがちょっとひどかったのが1年龍馬だったんだよな。よし、トリマS になってもらいたいんで、文太くんもね。なぜっていう感じの2人だよね。上がらんのかい。木村くんがリーダーだったらぐんぐん上がるんだろうけどね。よし、選手視察。22% か、仲良くないんだろうな。ちょっと見させてね。友情度。悪くはない？ああ、悪くはないね、悪くはないと。回復、すごいね、覚醒持ってるからな。龍馬くんが試合出ちゃうともうチートになっちゃうからね、あんまり後悔は出ないように。もう指示ばっか、中学3年生に指示ばっかしてもらうんで。よし、視察。どのくらい来てくれるんだろう。龍馬くんって全員本当に来てくれるんかな。来てほしいな。アトベさんはやっぱ強いので、ちょっと後でまた入れますね。ちょっとジローちゃんをね、もう一回入れたいな。あの丸井くんがいるからね、やっぱジローちゃん入れたいじゃないですか。一回敵でね、丸井くんと二郎ちゃんのダブルスペアがさ、敵としてやってきたけどさ、でもこっちが強すぎたからさ、もう相手にならんくって。いや、本来のお前らはそうじゃねえだろ。憧れだろ、丸井くんとダブルス組めるってんなら来てくれるやろ。公園寝てんな。そういえば寝てたな、ここでいつも。ねえ、俺のチームに入ってくんない？気も座ってんな、龍馬くんは。今眠くて頭働かねえや。よくわかんねえけど、とりあえず入っとくか。いや、丸井くんの名前出したら飛び起きるって。丸井くんがいんの？みたいな。もうテンションめっちゃ上がってそう。ああ元気。氷堤学園3年、芥川次郎、よろしく。うお、おうよ、よろしく。もう喜んでるでしょ、もうもう嬉しいでしょ。丸井くんだってなってるよ、絶対喜んでるな。あら、もう楽しそうじゃない。もう楽しそうですね、このチームは。いいね。何？いて、怪我しちまったとかやめてよ。早すぎるだろ、それは。ボール。いや、またこれかよ。怒鳴られちゃう。あれ、この人また寝てるよ。なんでこんなに寝てられるんだろう。まあ、気持ちわからなくもないけど。龍馬くんもよく寝てるじゃん。ちょっと、起きてよ、芥川さん。うお、すごい、ちゃんと、もうそれぞれのボイスがあんのよ、すごいな。いや、どうする？起こそうか。今日も起こそうよ。もう怒られてもいい。起きてよ、芥川さん。怒らないでね。あ、うるさーい。
俺の眠りを妨げる奴は誰であっても許さーやっぱりこれは怒られちゃうのかな。ほっといた方がいいの。大体おめえの練習がつまんねえから俺だって眠くなっちまうんだよ。それが分かってんのか。分かんない。お前来たばっかだろお前来てたった数日だろ。お前つまんねえとか分かんねえだろまだ。いや、このチームは俺の安息の地じゃねえな。え、悪いけど抜けさせてもらうわ。え、うんじゃあ。は待って、こんな大波乱になる予定はないんですけど。おい丸井くん止めろよ。おい丸井、おい丸井、なんだ安息の地じゃねえって。何言ってんだあいつ。あいつ、ねえ、お腹空いたんだけど。二人きり何か食べて帰らない。気まずい気まずい。おお、たまにはいいこと言うじゃねえか。でも何食うつもりなんだ。え、丸井くんって何、焼肉、焼肉、え、わかんない、バーガー。おー、いいな、俺もそれ好物だぜ。っていうか何でも好きだけどよ。なかったよね今まで。あん中に焼肉だよね。丸井くんって焼肉か。お菓子じゃない。ピロリンピッツァなんて聞いたことないんやけど。でエビせんべいは龍馬くんの好きなもんでしょ。もう爆裂バーガーしかないやん。俺たち気が合いそうじゃん。よかった、またうまいもん食いに行こうぜ。いや、あの、え、ジロちゃん、え、早すぎんかスピード退出にも程があるやん。バカ、あいつのせいで1日1週間無駄になっただろうがえ、どういう表記になってんの。参加後チームから出ていきました。ジロー厳しい。いや、アトベ先に入れたらいいかな。アトベ入れたら入ってくれるんかな。もう一回ジロー、諦めてないよ私は。アトベ先に、アトベ入って。ねえ、俺のチームに入ってくんない。オタクんところの芥川ジローやばいんですけど数日で出て行ったんですが。まあいい、入ってやるが、しばらく様子を見させてもらうぜ。いや、頼んますよ頼んますよみんな出てかんといて、お願いします。アトベだ、てめえら俺様のレベルについてこられんのか。せいぜい頑張りな。もう好きな人をいっぱい入れようって思ってたのに、なんかそんなどころじゃなくなってきたおうよ、よろしく。いや、ジローちゃん、あの居眠りイベントはほっとくが正解なの。そうなの。ねえアトベさん、あなたのところの芥川どうだ、これが評定の芥川ジローだってさ、いつもめちゃくちゃ喜んで言っとるけどさいや言うてだよ、そんなんひどいやんってなるよ。何やあの勝手にすぐ出ていく速さ、許さねえまあロブしてもらって ね、 ね、玉川よしおみたいにね、ここに入ったらもうよしお並みにロブをするチームなんすよ。いや丸井くんだけね、ちょっとロブをやりすぎてるんで、違うやつをやってもらって。お、なんだよ、また出ていこうとすんなよ。うわ、なにこれ、変な味。新発売だから買ってみたけど失敗したかな。置いといて、後で誰かに押し付けようってジュース、なんだ、お菓子かな。あ、お菓子発見。なあ、これお前の、食べていい。トラブルばっか巻き起こしてんのよこのチーム。もういいよあげるよ。ああ、別にいいっすけど。
どうせ誰かに押し付けるつもりだったし、うん、そうだね、もともと誰かにあげるつもりだったからね。サンキュー。なんだよ、お前案外いいやつじゃん。これからも仲良くやろうぜ。え、なんで変な味じゃなかったの？大丈夫なの？丸井くんは味の許容範囲がかなり広いからいいってこと？そういうこと？わかんねえな、このチーム。どうする？いや、私芥川次郎もう一回入れてほしいんだけど、入れてほしい、入ってほしいんだけど。もう一回やるか、もう一回やるか。やめよ、もう4週だよ。これ一回出てった人ってもう一回入ってくれるものなの？もう行くか、もう一か八かやで。どんだけ固執してんだよ。アトベもいるぞ。丸井くんだけじゃなくてアトベもいるぞ。もう一回来て。え、もう入んねえとかそういう話あんのかな。私やったことねえわ、もう一回誘うってことを。ねえ、俺のチームに入ってくんない？いいんだ。今眠くて頭働かねえや。よくわかんねえけど、とりあえず入っとくか。何なんだよ、マジで何なんだよ。京帝学園3年芥川次郎。よろしく。記憶どうなってんの、お前の記憶。何何事もなかったかのようにさ、初めましての自己紹介してんだよ。おうよ、よろしく。丸井くん、丸井くん絶対引いてるよな。あいつ勝手に出てってまた笑顔で帰ってきたなみたいな。俺様の足を引っ張んなよ。仲いいだろお前。いや丸井くん、丸井くんが引いてそうなんだけど。いや頼ますよ、もう全然ジロちゃん成長できんかったやん。もうみんなでロブしようね、仲良くなろうよ。お願いします。うん、そう、仲良くね、仲良くロブしようよ。お、 S になったテクニック、やっぱアトベさんは早いな。あー、無事に、何事もなく、何事もなくステータス見せて。どないな入場度になってんの今。芥川次郎怖すぎだろ、あいつの地雷がわかんねえ。21ヒック。ヤトベも、ヤトベも全然高くないし、ジロちゃん出て行っちゃいそうじゃん。いやだからその出て行ってほしくないから、もうまた二度も。結局みんな越前大好きっていうチーム名をさ矛盾したチームになってってんだけど、どんどん越前嫌いになってってんやけど。特別練習を一緒にしたら上がるわけですよ、越前への好感度が。特別練習しよう、芥川次郎に。何をあげる、何をあげる。これは出ていく、もう次週出ていく可能性だってめちゃくちゃある。テクニックあげるか、先にあげといちゃおうかな。パワーもいいけどな、パワーもあげちゃっていいかもな。パワー先上げとこうかな。いやいや迷いすぎとる。いや、テクニックだな、先にテクニック上げよう。アトベさんはまだ35あるから。いや、まだみんなでなね、遊びに行ってねえもんな。ダメだよ、特別練習してちょっと最悪早くジロちゃんの新ライド、信頼度ってなんだ、信頼度友情度を確立しないとね。休日だけど大会で恥かきたくないからね。さて誰と練習しようかな。ジロちゃん、ターゲット、ショットターゲットね、もっとショットのコントロールを鍛えてみない？
やるやる。怖い。この笑顔の奥に潜む闇を感じるんやけど。だってリョーマくんのことあんなに嫌いじゃん。この笑顔は偽りなんじゃないかって思うわ。絶対リョーマくん嫌いでしょ、今のあの友情度見るからに。うん、テクニックを徹底的に鍛えた。いい調子じゃん。次行くよ。よしよし、もうしょうがない。うん、追加練習欲しかった。追加練習ランダム。お、チロちゃん A になりましたね。ラリーでもしとくか、トペさんはね。で、リョーマくんはもう S。 すごい SS だ、もうテクニックが最強だね。でね、もうちょっとみんなと仲良くなって。お願いしますよ、ロブしようね。いや、トペさんとも仲良くなりたいしな。いや、アトベさんとも仲良くなりたいけど、アトベさんはちょっとロボをしすぎてるから違うメニューしたいし、で、リョーマくんはジロちゃんとも仲良くなりたいし、で、ジロちゃんはロボをしたいわけよ。いや、アトベさん出ていかんといて。もう出ていったら私はまた行くよ。またスカウトしに行くよ。なんということでしょうになってんだけど、今。いや、誰も出ていかないで仲良く円満に。あ、何か食べてく。なあ、ちょっと言っときたいことがあるんだけど。は？俺あいつと仲悪いんだよみたいな。どうしたの？え、どうしたの？このチームさ、あんまり一緒にいたくねえやつがいるんだよね。誰？あんた、どうにかしてくんない？え？あ、そう。分かった。考えとくよ。どうにか。あと英語のことが苦手だよ。やべえ、ね、初めて円満じゃないこのチーム。待って、渡部敬語嫌われてんやけど。そんなに。ちょっと待って、見せてよ。そんなにダメ。パラメーターじゃない、友情度。え、24。しかも待って、ジローちゃんと丸井くんってそんな関係性なの？丸井くん、ジローちゃんのこと何とも思ってなさすぎん？いや、アトベさん。で、アトベさんって本当にもう身内だけしか本当に心開かない人なんだね。ライバル校に対しての威嚇がすごすぎん、この人。いつも思うけどさ。で、そんでもって龍馬くんとはまあ31も、さっきまで35だったからね。特別練習をね、丸くんとしたことによって4減っちゃったから、それ分からなくもないけど、丸井くんへの威嚇やばない？そしてジロちゃんは丸井くんのことこんなに好きなのに、丸井くんってそんなにジロちゃんのこと全く何とも思ってないんだな。むしろ低いじゃん。で、これはこれは遊びに行こうよ。悪いよ、これは。もう一人選手入れたいところだけど。ネットカフェ、インターネットカフェね。食い物置いてねえなら帰るぜ。ま、最近は何でもネットで調べりゃ一発だからね。おい、話が噛み合わってねえぞ。これは仲悪いな。あれ、こんなこと載ってるよ。帰るぜっつってんだけど、丸井くん。
だけど後部は全くさ、なんか話合ってなかったよね。二人同じロブしとき。メンタル、リターン。メンタルってどれが一番上がるの？スマッシュ、ダッシュ、筋トレ。あー、やっぱり走り込みがメンタル一番上がるんだね。そうなんだ、走り込みしたいところだけどね。あー、渡部さん違う。やっぱりテクニックをね、SS に鍛えてからじゃないとね、どうしようもないというか。まあラリーでもしとこうか、一緒に。そして君たちは頼むから仲良くなってくれ、丸井くんとアトベ。アトベいつもなんか誰かと仲悪くなってない？もう 気難しい人だな。もうやだ、なんでこんな難しいの？もうどうしてこんなに難しいわけないじゃん。いや出ていかないで、お願い出ていかないで。バカチン、この様子じゃ今週いっぱいは練習できねえな。おいおい、渡部圭吾はもうすごく健康体のイメージあるから怪我もしないイメージがあるんだけど、しねえだろう。もう一人選手入れたいんですが、それどころじゃないんですが。おい、あ、無事土曜日、無事日曜日来た、無事に日曜日。ちょっと最後に友情度だけ見るか。こんな難しいことあるんかいな。君たちだよ、問題の君たちだよ。29、29、まあ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 マシにちょっとはなったのでは。まあアトベさんも出ていくことはなくなった感じがあるね。おお、おじろちゃんも41になったね。よかったよかった。じゃあちょっと無事にもう一人入れられそうだね。どうしようかねと言いつつ、ちょっと時間が来てしまったんで、一旦今日はここで終わりたいと思います。この問題ありき。チーム結局みんな越前大好きってね、大打ってみたはいいが、言うほどそんなにみんな越前のこと好きじゃない。好きじゃないし、お互いいがみ合っとるな。怖いなこれからが。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。お疲れ。今日も一日頑張ったし、これで飯もうまく食えるってもんだ。明日もコートで待ってっからよ。絶対来いよな。